今回はシンクの排水口がご覧の通りだいぶ汚れてきましたので掃除をしていこうと思っているんですけれども、キッチン泡ハイターを使って掃除をしてみようと思います。今回はその放置している間も動画を回してどのような形で汚れが落ちていくのかというところと、実際この程度の汚れだとどのぐらいで綺麗になるのかというところを見ていきたいなというふうに思っております。ではまずは汚れ具合をお見せしますね。はい、こんな感じですね。黄ばみ汚れですね。あと黒ずみ汚れもありますけれども。それでは吹きかけます。量が少ないんで、もうカウントダウンも始めますね。ではこのままカメラを回しながら放置をします。はい、10分まで10秒切りました。ということで、ご覧の通り、底のところには泡がしっかり残っていますけれども、この横側は泡がもう流れ落ちてしまっていますね。完全には落ちずにの汚れが残っているところがありますけれど、ちょっと流してみましょうか。残っているところもありますが、だいぶ薄くはなっていますよね。はい、こんな感じ。ここがちょっと残ってしまいましたけれども、あと、うっすら、ここが黄色いところがありますけれども。あとここですね、端っこ、はい、ただ落ちきれず残ったこの汚れは頑固な汚れではないですので、今回はテストという形で放置してからすぐ流しましたけれども、流す前にスポンジ洗いやブラシ洗いを入れていただくと綺麗になったと思います。でやっぱり塩素系の漂白剤もしくは洗浄剤を使うことでポイントとなるのが密着力ですよね。しっかり密着してくれるということができれば、特にこの辺りですよね、流れ落ちていきやすいところ、そこについてはもう少しですね綺麗にできたのかなというふうに思います。試しにですね、モテギカズヤカビットリッチェルスプレー、これをちょっと使ってみたいと思うんですけれども、これジェルタイプなんですよ。タイマー、はい、ちょっと見ていただきたいのがこのようにべったり貼り付いているんですよね。はい、だいぶ薄くはなりましたけれども、ちょっと残ってますね。この辺りとまだちょっと残ってますね。では流していきます。あ、流したらだいぶ綺麗になりましたね。今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。